こんばんは、プロト残骸の竹内弘隆です。今日は妄想エベレスト登山ウェーブ報告会にようこそお越しくださいました。本来はですね、リアルに報告会をしたかったんですけども、なかなかする機会がないので、まあ、こうやってこうウェブで妄想エベレスト登山の報告会をしたいと思います。もう今年は、上村さんと松浦さんがエベレストに登頂して50周年、本来はですね、彼らが登った5月11日に登頂するということで、この登山の計画をしていまして、妄想でエベレストに登頂してきました。だから早速ですね、報告を進めていきたいと思うんですけど、その前に今日は、10月1日はお月見なんで、お団子を用意しました。あとはですね、今日は日本酒の日ということなんで、日本酒もちょっと用意しましたけども、皆さんもぜひですね、お月見団子を食べながら、そして日本酒を飲みながら、この妄想エベレスト登山の報告会を見ていただければと思います。まずはですね、報告、この5月11日に登頂してきたエベレストの動画がありましたね。ウェブで公開されましたけども、それを見ながらですね、報告をしていきたいと思います。じゃ早速動画をスタートしますね。よろしいですか？妄想ですからスタートした動画、皆さんご覧になったと思います。今年は50周年です。大抵ですね、夜中の12時20分に羽田を出発する、タイ航空で出発、羽田から出発します。そして翌日の昼間にですね、カトマンズに到着します。ちょっと止めていきますけど、ここはカトマンズの、いつも泊まってるシャングリラホテルです。これはですね、バクタプールの様子なんですけど、ここに映像に出てきてますけども、これはよく私が必ずカトマンズ行くと食べる、モモという食べ物です。ちょっと餃子に似てるんですけども、チキンモモとかバフモモとか、あとベジタリアン用の、野菜のモモとかですね、いろいろあるんですけども、バフモモが一番美味しいですね。水牛のモモが一番美味しいんですけど、日本ではなかなか食べられないんで、ネパールに行くともう必ずこのモモをひたすら食べ続けます。モモにね、コーラすごくあって、コーラ、カトマンズで売ってるコーラの、このパッケージのところに、モモと一緒に食べると美味しいよとかっていうか書いてあるコーラがある、売ってるぐらいですね。カトマンズ限定のコーラです。で、こういう市場に行ってですね、テーブルクロスとか、ここに行くランチョンマットとかですね、キッチンのスタッフと一緒に行って、ベースキャンプでどういうふうにこう、テーブルセットしようかなと。まずは行く前に随分とこうカトマンズにうろうろしますね。カトマンズ、このタメとこ夜もね、こう賑やかなんですよ。ここにカトマンズで荷物をデポしているんで、まあ、ここで荷物を全部ひっくり返してですね、まあ、今回の登山に必要なものを分けて、まあ、パッキングすることからスタートします。シェルパたちもね、いっぱいいる登山ですと、みんな手伝ってくれるんですけど、私はあんまりこう、シェルパがいないもんですから、一人でもう、荷物作ってると、もう本当に飽きちゃって、すぐサボり始めるんですね。で、そうすると、キッチンのスタッフたちが、自分たちの荷物はもう片付いちゃってるのに、私の荷物が、まあ、できなくて、もう出ていけないもんですから、シェルパたちが、キッチンのスタッフたちがですね、もう早くやってくれ、早くやってくれって言うんですけど、彼は手伝いますよって言ってくれるんですけど、彼らがこう手伝えることがあんまないんですよね。登山用具を選ばなきゃいけない。私がやるしかないんですけども、なかなか進まないです。この猫は、
ネパール語でビラロ。ぜひですね、今日皆さん、ネパール語初めて覚えた人いるかもしれませんけど、猫はとりあえずビラロだというのをちょっと覚えててください。まあ、ようやくパッキングがして、これから荷物だけ先に進んでいきます。あとこれ、ネパール行く人はぜひ覚えておいた方がいいですね。日本とネパールの時差は3時間15分。世界で唯一15分の時差を持っているといいます。他はまあ1時間とか30分の時差なんですけども、ネパールは15分、3時間15分の時差、唯一です。それゆえにですね、日本とネパールの時差を見るときにですね、このアナログ時計でを使うと、こうやって日本とネパールの時間を瞬時に見ることができるんですね。さあ早速ですね、荷物をパッキングしましたんでルクラに向かいます。これはね、よく映像なんかに出てくるんですけど、世界一危険な空港だっていうふうに紹介されることがあります。山の中に作られた空港なんで滑走路が足らないんですね。こうやって見ていただくと分かるんですけど、短くて滑走路が足らないんです。でこの滑走路が足らないんで、滑走路を坂にしてあって、着陸するときには、まあ、向こうからこう飛んできて、この滑走路の上り坂を利用して止まる。そして、飛んでいくときは、今こう飛行機飛んできますけども、下り坂を使って加速をして滑走路の先にこう落ちていって飛んでいくという、そういう飛行場です。過去はですね、やっぱ時々事故が起きたんですけども、まあ、最近は事故はそんなになくてですね、今は日本政府が支援をして、ここレーダーを工事をしてますから、これからどん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 安全になるんで、ぜひ皆さんもですね、ルクラ遊びに行ってみたらいいかもしれないですね。まあ、ここからですね、荷物はこのヤクとポーターに乗せて持っていかれます。ポーターたちは最大で100キロぐらい背負うポーターもいるんですね。上の方に行くと背負いきれないんですけど、手前からはまず100キロぐらい背負っていないスタートしてポーターになります。これ長麺っていう、ネパールのローカルフードなんですけども、これは多分中国から入ってきた焼きそばのシャオ麺が、まあ、ネパール語の長麺なまって、ネパールの焼きそばになってるんでしょうね。中国の焼きそばよりもちょっとこう辛いというかスパイシーな感じですごく美味しいです。ですからネパール行くと、もうモモとこの長麺と、でもう一つタルカイダルバードっていう定食、ネパール食の定食みたいなのなんですけど、まあ、これのなんかもうループになっている感じですね。だからこれがルクラ名物のスターバックスコーヒーだったんですけども、なんか結構長いことあったんですけどね、いよいよ本家からなんか訴えられたらしくて、なんかなくなっちゃったみたいですね。以前はもうここルクラに行くと用もなくここに行って写真を撮ってふざけてコーヒーを飲むというのが習慣だったんですけど、さすがになくなっちゃったみたいです。よく見ていただくと分かるんですけど、エンブレムが一見するとスターバックスコーヒーみたいなんですけども、山の絵になってですね、アマダグラムの絵になって、意外と芸が細かいんですね。で、ここにですね、以前は、オリジナルのマグカップが売ってたんですけどね、それがもう本当に欲しくて欲しくて、必ず買って帰る。ところが日本に持って帰ると、それで友達にコーヒーを入れてね、あ、これ面白いねって持って、みんな、持っていかれちゃって、私も10個ぐらい買って帰ってきたんですけど、結局みんな持っていかれなくなっちゃって、でその走行してるうちに本家もなんかお店自体もなくなってしまって、もう買えなくなって幻のウクラスターバックスコーヒーのマグカップになっちゃった。さあここから歩きです。こういうマニ石があるところなんですけど、マニ石のところはですね、左側通行です。日本と一緒ですね。チベット仏教。仏教においては、右肩が神聖な肩とされています。ですから、そのマニ石という、その神聖なものであったりですね、まあ、仏塔というものに対して、右肩をこう向ける。そうすると、左側通行になるんですね。
お坊さんの袈裟ありますね、あのこういうなんか、なんですか、たすき掛けみたいな、あれもなかなかこうよく見る機会がないかもしれませんけども、あの、ま、お坊さんの袈裟もですね、右側、この左側こうかかってるはずなんです。あれはこの右肩を出すというのの名残です。で、日本の着物もですね、こう、右、こう、こういう合わせになってますけども、それも右肩がこう出せる。まあ、それもあの、チベットあたりからこう伝わってきた文化だと言われています。今こそですね、なくなっちゃいましたけども、そういう習慣なくなっちゃいましたけども、私が、ヒマラヤに行き始めた頃はですね、シェルパたちが、私たち、その、雇い、まあ、なんでしょうね、バラサーブですね。あの、隊長のことバラサーブって言うんですけども、バラサーブに、こう、初めて、こう、対面するときにですね、シェルパたちが、この、こういう、シャツとかを着て、どうだとこうやって、右肩をこう出して、こう、挨拶しに来たり、ジャケットを右肩を脱い、右肩だけ脱いで、挨拶しに来たりしたことが、昔はありました。それは、あの、目上の人に対して、右肩をこう出して、挨拶をするというのが、当時は、あの礼儀作法だったようですね。まあ、今はもうほとんどそういうことをしてる人はいなくなっちゃいましたね。これがどん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 、あのエベレスト、まさにこれがあのよく出てくるエベレスト街道です。このエベレスト街道を進んでいきます。途中にこういうチェックポストがあってですね、あのトレッキングパーミッションのチェックがあるんですね。一回ね、いつだったっけかな、昔あの、ラルフたちとですね、登山、あの、エベレスト方向に行った時に、本来は、登山許可のパーミッションと、このトレッキングパーミッション、別々に持ってないといけないんですね。登山をする前、登山をするまでにこう、トレッキングしていくための、まあ、トレッキングパーミッションは別に取らなきゃいけないっていうことになってたんですけども、私たちそれをですね、ちょっとずるして、まあ、お金がかかるんで、トレッキングパーミッションを取らずにですね、登山の許可だけを持って、このエベレスト街道をずっとトレッキングして、このチェックポストを取ったとき、取るときに、そのトレッキングパーミッションを見せないといけないんですけども、これを持ってないもんですから、わざわざ夜中にここ通ったことがあるんです。バレないだろう。あの、監視する人はいないだろうと思って、夜中にそーっと通ったら、なんとちゃんと夜中もですね、監視をしてて、で、私たちがこう通りす、そう通り過ぎてるのを、こらパートレッキングパーミッション見せろって言われて、持ってないって言ったら、ちょっとこう、割増料金でことで、あのトレッキングパーミッション取ったっていうようなことがあります。かなり厳格です。ここがですね、ナムチェバザールの手前の名物の釣り橋です。ここはあの、人間だけじゃなくて、ヤクも渡るんで、人間とヤクではですね、ヤクが優先なんですね。ですから、ちょっと歩い、あの、橋をこう少し渡ってて、向こうからヤクが来ちゃうとですね、あの、戻らなきゃいけないっていうような、まあ、そんなこともあるような橋なんです。今は、あの、2本になったりとかして、だいぶ通りやすくなってます。ラリーグラスが咲いてます。さあ、ここがナムチェバザールです。ここまで来るトレッキングなんかも随分あるんですけども、あの、ここまでトレッキングしてもね、すごく楽しいと思いますよ。ルクラから、まあ、2日か3日で来ると思うんですけども、エベレスト街道歩いて、まさにあの、このエベレスト街道最大のナムチェバザールというだけあって、バザールです。泊まるところもいっぱいありますけど、こういうあの、観光客向けのこう市場みたいになっているんですね。昔は、あの、ここは、あの、チベットから、ナンパラという峠を越えて、長湯の横を通って、チベット人たちがですね、ヤクに、いろんなチベットのとか中国の商品を乗せて、ここまで運んできて、まあ、ここで、あの、なんですかね、市場みたいのをやってたんですよ。で、ま、毎月、何、いつかとかみたいな日に、そのチベットから、その、ヤクたちがいっぱい来て、まあ、ナムチェバザールの外れの広場で、市場みたいにやってるんですね。で、以前ね、そこでたまたま居合わせて、その市場を見に行ったんですけども、もう本当にね、ありとあらゆるものが売っていて、で、あの、着るものとかが売ってるんですけども、そこでね、なんと、登山ウェアがいっぱい売ってたんですよ。
で、その登山ウェアをこう見てたら、そこに名前が書いてあって、ちょっと誰とは言いませんけども、結構よく知ってる人の名前が書いてある、登山ウェアが売ってたりしました。もしかしたら、まあそのチベットで登山をしたその人が、チベット人にあげたものが、巡り巡ってここに売られに来たのか、もしくはチベットで盗まれちゃって、ここに売りに来られたのかどうか。まあそれもちょっと面白かったですけども、まあそんな、まさにチベットとネパール側との交流、バザールをするような、そういう街ですね。すごく面白いと思います。これはここはね、外国人が多いんで、こういうケーキ屋さんとか、パン屋さんがカフェとかね、ディスコとかもあるんですね。で、そこのヤクとですね、まさにデッドヒートをしていくんですけど、ヤクは見た目はなんかのんびりしてるんでね、なんかゆっくり歩いてるような気がしますけども、かなりのスピードです。ヤクと一緒に歩いていくっていうのは相当厳しいですね。もう本当にまさにヤクに抜きつ抜かれずの、デッドヒートで、ベースとかです。で、これナムチュバザールを越えてですね、エベレストビューホテルだと、まあ、とかっていう、こう、ホテルがある、高台があるんですけども、ナムチェバザールからちょっと行ったところから、いよいよこのエベレストが見えてきます。まだ遠くにちょっと小さくなんですけども、エベレストがこうやって見えてきますね。まあ、ここから歩いてると、自分の歩いてるこの道がずっと続いて、エベレストの頂上まで行くかと思うと、すごくワクワクするんですよ。このまま歩いていけばあの頂上に行けるのかなって感じが してきます。で、こっから見るとね、意外と近く見えるんですね。なんか北アルプスの、ちょっと先の山みたいに見えて、なんかすごい近くに見えるんですけど、まあ、こっからまだまだ長いんですね。で、ここはね、トレッキングしてても楽しいです。今まだジェット気流が当たって、ジェットストリームで結構風が強いですね。ここが、タンゴチェという、ところで、ここにはエベレスト街道で一番大きなお寺があります。で、ここになんかね、偉い、ラマ、お坊さんがいて、で、このラマに、登山の安全の祈願を してもらう、こう、お祭りというか、プジャーをですね、お願いしたかったんです。ところがですね、大抵いないんですね、この、ラマが。で、以前はやってもらったことあるんですけど、なかなかラマにがいなくて、今回もですね、このラマがどっか出かけちゃってて、まあ、多分他のお寺行ってるんだろうと思いますけども、ここでのちょっとプジャは残念ながらできませんでした。さあ、いよいよディンボチェに入ってきました。8日4000メーターを超えてきます。まあ、ここからはですね、もうだいぶ寒くなってきます。で、今食べてたのは、プーリーとオムレツって書いてありますけど、プーリーっていうのはチベタンブレッドっていう、チャパティをこう油で揚げたような、ちょっと美味しいパンです。これはね、蜂蜜と食べるとね、すごく美味しいんで、ぜひ、エベレスト街道行った時には、プーリー頼んだら、蜂蜜をオーダーして、一緒に食べてみてください。これ、アマダブラの後ろの方ですね。裏の方ですね。まあ、本来はですね、もっとなだらかな道があるんですけども、まあ、今回は巡回を兼ねて、わざとですね、この、コンマラという峠をちょっと遠回りして、さらに標高を上げて、ベースキャンプに向かいます。ここは一般の人たちはあまり訪れないんですけども、このコンマラだけを、まあ、越えるツアーなんかもたまに出てくるんですが、とにかくね、眺めが素晴らしいんです。ぜひですね、いつかは皆さんもこう行ってもらいたいと思うんですけど、もう山がね、もういっぱい、いろんな山がいっぱい見えて、本当に綺麗なところです。こっち方向から見ると、アマダブラムがね、ちょっと違う形、とんがった形に見えて、これもまた面白いですね。で、このロブジェというところに、もう標高は5000近くに入ってきますね。ここまで来るとなんかね、もう荒涼としてきます。
で、この、ベースト街道で名物と言われているのが、この、ジャガイモなんです。ここは、クンブエリアというところなんですけども、クンブエリアはですね、クンブポテトというふうにみんなが言ってるんですが、美味しいジャガイモがね、すごく取れるんですね。このジャガイモを使ったマッシュポテトとかいろんなメニューがロッチにあるんですけども、一番美味しいのはもう本当にこの、ただただ、茹でたジャガイモですね。ちょっと小ぶりなジャガイモなんですけど、これはすごく美味しいです。これずよく食べてましたね。あとこの、なんか食べてばっかですけども、何食べてもね、美味しいですよ。これはラーメンなんですけども、これネパールのラーメンです。ララヌードルっていうラーメンで、ネパール製のインスタントラーメンです。これはよく出てきますね。これはフライドチャーハンですね。これ標高5000メーターまでになってくるとすごく寒いんですけども、日が当たるとねすごく暑いんです。そして日陰に入るとすごく寒い、なんかこう宇宙に近づいてきたような感じですね。同じとこにいても、日が当たってるとこ歩いていくとすごく暑いのに、こう山の影のとこにちょっと入ってるだけでもすごく寒い。日が照ってると暑いんだけど、雲が出てきてちょっと日が陰るともう本当にダウンジャケット着たくなるみたいに寒くなっているような、もう本当に寒暖差が激しい。さあ、ベースキャンプに到着しました。ベースキャンプはもう世界中から人が集まってるんで、もうテント張る場所が本当にないぐらいです。で、今こうやって映像を見るとなんか石があってですね、こう地面の上のように見えるんですけど、これ全部下氷なんですね。ですからベースキャンプでこうテント張ってる間に下がどんどん溶けていっちゃってですね、どうなるかっていうと、氷が溶けてどうなるかっていうとね、テントがこうの伸び上がっていくんですね。こう土台の周りが溶けていくんだけど、テントの下の氷は溶けにくいんで、こう見てるとこうテントがどん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 こう上に上がっていくような感じになっちゃう。でテントの中がこう狭くなっちゃって寝心地が悪くなったりする。こう時々こう移動したりなんかしながら、常にテント成長しながら生活していくような。いつも のノースペースの2メータードームが立ち上がってベースキャンプができました。実はねキッチンのスタッフたちがねいつも立ててくれるんでね、私いまいちこのテントの立て方よく分かんないんですよね。大抵行くとねもう立っちゃってて、で帰る時もね勝手にみんな畳んでくれちゃうんで、いまいちこの立て方がよくわかんないんですけど、ね、常にこのテントを使ってます。ここに書いてありますけどね、実はねヒマラヤ登山ってね大変なばっかなんですよ。ベースキャンプからではいろいろ我慢もしなきゃいけないしね、荷物も重いし、苦しいし、でも何が楽しいってやっぱりこの、ベースキャンプまで来るこのトレッキングがね本当に楽しいんですね。まあ、なぜ楽しいかというとですね、このエベレスト街道っていうのは登山道じゃないんです。もともとは、まあ、全部じゃないんですけども、かなりの部分がさっきちょっとお話ししたようにチベットと、まあ、ネパールの交易の街道なんです。要するに、人々が生活しているこう村の中町の中をこう通るこう街道筋なんですね。まあ、それゆえにですね、人々のこう生活の中をこう通っていく様子、で人々の生活の中に交わって、まあ、食事をしながら、まあ、彼らのこう習慣とか、まあ、そういうものに触れながらこう道を歩いていくっていうのがすごく楽しいんですね。これがまたパキスタンみたいにですね、ひたすら氷河の中を歩いていくっていう、まあ、そのトレッキングもあるんですけども、まあ、それはそれでこう自然がダイナミックで面白いんですが、これネパールのトレッキングっていうのは人々の生活の中を歩っていくっていうのは、ね、すごく楽しいですね。まあ、ベースキャンプ登山で一番忙しいのは実はこのベースキャンプに着いた日で、自分のこの秘密基地にこうしていく時間がすごく大変です。あとはこのキッチンのスタッフたちがですね本当によくやってくれるんです。日本食はねすごく上手に作ってくれて、まあ、こんなの作ってくれるとかって言ってね、あれなんか戻っちゃった、ごめんなさい。いろんなものを、ね、作ってくれますね。
大体標高 5000m で空気が半分になります。でこれがね実は重要なんです。あのヒマラヤ登山、まあ、特にネパールのこのチベット仏教圏においてはですね、まあ、シェルパたちもみんな、あの基地のスタッフたちもみんな仏教徒たちなんで、まあ、彼らたちが仕事始めというのも含めてですね、まあ、まずはプジャという、これから登山を始めるためのこうお祭りみたいなのをするんですね。安全祈願とあの成功祈願のためにあのプジャをするんですね。これをしないとみんなね仕事に取り掛からないんです。で私はもうあの天気が良ければ早く動きたいって思うんですけども、もうみんながプジャをしてからじゃないと上に行っちゃダメだって言って、こうそのプジャの日程がもう最優先ですね。プジャの日程はですね、日本でいうとあの暦みたいなもので、まあ、大安吉日みたいな日がちゃんとシェルパカレンダーというカレンダーで決められていてですね、まあ、それに乗っ取らないとプジャをやってもらえないんですね。もうこれちゃんとあの問い合わせましたらですね、4月28日がプジャに一番いい日だと、ね、とにかくこのプジャをやらないとやっとじゃなきゃいけないということで、プジャを行いました。まあ、今回はあのカトマンズのラマにもお願いしてですね、まあ、実際にプジャをやってもらいました。まあ、このプジャが終わってようやく登山が始まります。まあ、このサンパを麦の粉をまいてですね、安全祈願をします。さあようやくエベレスト登山が始まりました。まずはこのエベレスト南側はですね、このアイスフォールがやっぱり一番危ないと言われてます。やはりあの常にこう崩れてるので、まあ、時々こう事故があの崩れて、まあ、事故が起きたりするんです、まあ、これもよく映像とか出てきますね。これは、ね、アイスフォール名物のはしごあたりです。これがですね、別に危ないような気もしないんですけどね、なぜか知らないですけど私が歩くとですね、この、ちょうど愛禅の幅にこのインド製のこのジュラルミンのあの幅がカーッと挟まってこう抜けなくなってですね、まあ、なんかそれで落ちそうになるみたいな。であのよくあのラルフとかと言ってるんですけどね、あの下に水があれば水に落ちて危ないけど、あのクレバスは落っこっても下が空気だから危なくないんだとかって言って、もうあのひたすらこのクレバスのこのはしごあたりしていきます、まあ、だんだん慣れてきちゃいます、ね、早速これがですねベスタンクームというところに入ってきます。ここはですね、あの標高6000を超えてるのに、あの谷の中にこう空気が溜まっちゃってて、それがこう太陽に熱せられてすごく熱くなる、熱中症と戦いながら伸びているね。まあ、C1 これで C2 に入ってきました。ここまでは、ね、意外とあの C1 から C2 まではもうダラ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 歩くだけなんですけども、こっから先がいよいよ、まあ、ちゃんとしたですね。焼きそばね、いいですよ。あの山で、ちょっと水、あの焼きそばなんですけど、ちょっと水多めにして、なんかね、こう、そう、スープソース焼きそばみたいにして食べるのおすすめです。高山病はなって当たり前ですが、もう、高山病になりながら、登山をしています。さあ、この日は C3 に、高所順に上がります。ここはあの、ローゼフェイスというあのまさに氷の斜面で、これはあのまさにロープ、もう本当にロープがないともう登っていけないような非常に急な斜面です。あと見てもらうと分かる、もうピカピカ、氷のピカピカなんですね。もう一回落っこっちゃうともう止まらないようなところです。はい、じゃあ C3 で無理やり寝て、もうとにかく帰ります。これがね、帰っていくと、空気が濃くなってくるのをこう実感するんですね。で降りてくるとですね、キッチンのスタッフたちがもう大体こうあのいろんなご飯を作って大歓迎をする。この時はすき焼きでしたね。お肉はね、カトマンズから持ってきてるんですか。結構大きな肉の塊持ってきて、ちょっと周りが腐っちゃっても、まあそまあ、そちょっと削いで熟成肉みたいな感じで食べてね。でこの、ネパールのトレッキングでいいのはですね、このモーニングティーっていうのがあるんです。
これはもともとシェルパをですね、イギリス人が重用したことから、まあ、スタートした伝統だと言われてるんですけども、朝、キッチンのスタッフたちがこうやって、甘いミルクティーを届けてくれるんですね。このミルクティーを飲んで、今日、明日はだから何時に起きるよって言うと、その時間にそのミルクティーを届けてくれるんですけど、ミルクティーを飲んで目が覚めるっていうのはね、このネパールのこのトレッキングの本当になんかこう贅沢な時間のような気がしますね。で、さあ、ここからですね、私のこれまでの登山をずっと天気予報してくれてた猪熊さんに、今回も天気予報をお願いしてですね、この天気予報で、登山を進めていきます。猪熊さんの予報はもう過去ずっとお願いをしてるんですけども、かなり精度が高いので、この猪熊さんの予報に従ってですね、登山を進めていくようになります。ここに書いてあるんですけどね、非常にね、もう無責任な予報をしてくるんですよね、今までも。過去なんかもですね、上はかなり風が強いです。普通ならダメだと思うんですけども、竹内さんなら大丈夫だと思うんで行ってくださいとかっていう。私のことを信用しているのか、もしくは、私のことをですね、操っているのかどうか分かりませんけども、まあ、猪熊さんとは長い付き合いで、私のこう進むスピードとかですね、体力をよく理解してるんで、私だったらいけるだろう。私だったら、これぐらいの時間で行って帰ってこれるだろう。そういうものも含めて天気予報してくれてます。まあ、この今ですね、猪熊さんの予報通り、雪です。全く天気予報ですね。お任せします。任されたら行くしかないみたいな。で、さっきの予報には清涼感なだれがあるかもしれませんが、本当に清涼感なだれが起きてさあ、プッシュ出します。プジャーして出発です。アイスホールはとにかく、暗いうちに抜けて、今日は C1 を抜く、今回は C1 をパスして C2 にダイレクトに入ります。他の登山隊はですね、やっぱ天気が、猪熊天気予報と精度のいい天気予報を持ってないので、あまり動いてないんですね。私、猪熊さんの天気予報と他の気象会社の予報は若干ちょっと違うんで、猪熊さんの方がやっぱちょっと早いんですよね、好天を捉える予報が。ですから他の登山隊よりもちょっとね早めに動いていると思います。テント整地するときってこうしゃがむでしょ。しゃがんでね立ったときにもうクラクラクラってもう立ちくらみを起こします。ここイエローバンドを越えていくんですけど、ここちょっと見てください。本当にまさに黄色いんですよね、岩が。イエローバンド。以前はですね、ここからローゼの方には2回登ってたことがあるんですけど、今回はそのローゼから離れ、ローゼ行くルートから、左方向に向かって、エベレストに向かっていきます。このカップヌードルはね、とても便利なんですけども、ここに出てきたこのシーフード。これがね、私も好きなんですけど、どうやらですね、ヒマラヤのカラスがこのシーフードがめちゃくちゃ好きみたいで、このシーフード、カップヌードルのシーフードのこのゴミをテントの中に置いとくと、カラスがね、そのテントを食い破って、このカップヌードルシーフードのゴミだけ引きずり出すぐらい、なんかね、ヒマラヤのカラス、このカップヌードルじゃなくて、このカップヌードル、シーフード味がすごい好きみたいですね。何度もこのシーフードルだけをね、標的にされてカラスにゴミをあさられたことです。さあ、ここからですね、このイノボーズをつけてみます。これ今回も持って帰ってきたんですけども、これダウラギリに行った時にですね、猪熊さんの天気予報が当たるようにということで、私たちは、そうです。ダウラギリですから、中島健郎さんと一緒にね、キッチンペーパーで猪熊さんのてるてる坊主を作りました。これ実はだから中島さんが作った、
いな。で、こうテントの中にこうぶら下げておいてですね、天気予報が当たると、よしよしと言ってるんですけど、天気予報が外れると、こうライター持って、道路で燃やすぞ、これは、みたいなことを言いながらですね、天気予報を、なんとかこう精度を上げてもらう。今回はこの頂上まで持ってきました。さあ、プッシュに入ります。1時ぐらいですね。さあ、ここからですね、暗いんでちょっと写真がないんで、コメントだけなんですけども、すごく寒くて、これまで無酸素で8000メーター登ってはずいぶん登ってきたんですけど、今回はまあ酸素を使うつもりで、まあ酸素を背負ってるんですが、酸素もね、吸ってるのに、もうとにかく寒いんですよ。なんでこんなに寒いかなと思って、まあ、ここにもちょっと書いてありますけど、一緒に登ったサーダーのチェパに、なんかこれ酸素、ちゃんと流れてんのとか言ったら、バラサブは、強いから、そんな酸素吸わなくても大丈夫でしょ。だからちょっと、節約で絞ってやるんだよとかって言うんですよね。これはな、よくシェルパーたちがよくやってるんですね。自分たち強いですから、その酸素の量を減らして、で、まあ、非常、まあ、何かあった時に、まあ、酸素を取っておくというために、酸素流量を下げるんですね。まあ、チェパも私のことをシェルパー扱いして、酸素絞ってた。もうそれがもう寒くて寒くて、もうおかしい、絶対おかしいよって言ったら、絞ってあるからって言ったら、ダメだよ、そんなちゃんと吸わせないと。俺だって人間なんだから。シェルパーじゃないんだからって言われて、酸素の流量を上げてもらうみたいなことをして、正直に向かってみよう。まだちょっと人が入ってないんで、ヒラリーステップ越えていかなきゃいけないんですけども、ヒラリーステップのルート工作がされてなかったもんですから、私とチェッパでロープ張ったりとかしてるんで、ちょっと、ね、時間がかかったんですけど、このヒラリーステップでさえも、実はもう K2 より高いんですね。エベレストが最高で2番目 K2 だというか、なんかエベレストと K2 高さちょっと似てるのかなと思いますけども、8800と8600ちょっとですか、約200メーターも違いますからね。まだ、頂上の随分手前のこのヒラリーステップでもうすでに K2 の頂上を超えている。やっぱりエベレストってすごく高いんですね。さあ、ヒラリーステップを超えて頂上に到達しました。これがエベレストの頂上からの眺めです。過去に登ったマカルーとかですね、長湯、あ、これ今見えてるの長湯ですね。からですね、エベレストを見ると、大してね、高く見えないんですよ。まあ、長湯の頂上からエベレスト見ても、なんか大体ね、似たような高さに見えるんです。だからそこから見ると、エベレスト大して高くねえな、とか思うんですけども、エベレストから見ると、長湯がやっぱりこう、すごく下に見えるんですね。マカルーもすごく下に見えるんです。それを見ると、やっぱしエベレストって、本当に高いな、最高峰なんだなっていうのが、こう、実感しますね。エベレストは高いです。まさに5月11日の上村さんと松浦さんがですね登ったのと大体似たような時間に、まあ、登頂しました。実はですね頂上の、写真、まあ、今このちょっと写真がねうまく撮れなかったんですよ。でこちらのムービーではちょっと別の山の写真を使ってちょっと頂上に到達したようにしたんですけども頂上の写真が撮れなかったんで、せっかくなんでね、今日はここで、その頂上をですね、再現しようと思います。ですね、まずですね、赤いキャップをですね、かぶります。でですね、オレンジ色の、この、これね、最近こういうのって、フーディーって言うんですって。パーカーって言うとね、若い人にバカにされるらしいんで、みんなフーディーというように覚えてくれる。特におじさんおばさんはね、こうパーカーって言っちゃうんですけど、フーディーなんですね、最近。こんな感じですね。オレンジ色のフーディーを使います。そしてさらにですね、ダウンワンピース。これフランスのバランドレっていう私がいつも着てるダウンワンピースなんですけども、この色が着たくて、
青っぽい色のね。で、日本に在庫がなかったんで、石井スポーツとあのバランドリーのニールスに、社長のニールスに頼んで、今回の登山に間に合うようにって言うんで、もう、あの、航空便ですごい急ぎでですね、あの、届けてもらったんですね。このダウン、青っぽいダウンワンピを、あらこの格好なんか怪しい格好ですね。なんか社会のようなの。個人なの。危ない。あっち。こんな感じになりますね。頂上はですね、こんな感じの格好をして、さらにですね、ピッケル。木のピッケル。これシモンスーパー E です。ああ、勘のいい人だいぶ分かってきたかな。で、さらに、ここで、ネタの時が、こんな感じ。こんな感じですね。こんな感じです。で、日の丸が、こんな感じ？こんな感じ。ネパールの国旗が見えなくなっちゃった。ネパールの国旗がちょっとカメラが下がっちゃって見えなくなりました。直してまいりました。ネパールの国旗がこう下に置いてある感じですね。日の丸がこんな感じで、ピッケルはちょっと便宜上こんな感じです。はい、こんな感じです。こんな感じで登場しました。で、それはこれです。今から50年前の上村さんがエベレストに登頂した時のこっちか、コスプレ、ここもこんな感じですかね。コスプレ、この格好で、今回ベースに登場しました。今回のちょっとこれ、今回の登山にあの間に合わせるためにこのあのあさらにだ、そうだ、これまた黒い手袋もしないとあれですね。さらに再現度高めましょう、せっかくです。これもですね、あのこの手袋も実は同じのの赤いのね、もうすでに持ってたんですよ。だけど写真の上村さんのが黒だということで、黒の OR のアルチメットミトンを用意しました。あとは実際はマスク、ね、酸素マスクもしているんで、こんな感じ？はい。反対？反対ですね。こんな感じかな？はい。はい。こんな感じで。ネパールの国旗がちょっと下にあるの、まあいいか、はい、はい、これは今回エベレストの頂上に立った上村さんのコスプレです。熱っ。あの皆さんもねご存知かと思いますが、私あのコスプレが趣味なんですよ。これはあのエベレストにあの初登頂を目指したあのジョージ・マロリーのコスプレですね。この間このジョージ・マロリーの格好コスプレをして、あの立山剣沢まで行ったんですけど、あのすれ違うおじさんたちが、ああこういうバカがいるんだよなって顔をしながらですね、いっぱいこうすれ違っていったのをよく覚えてます。まあ、中にはですね、私に気が付いてくれて、ね、一緒に写真撮ってくれたりですね、人もいましたけど、あ、この人には声かけちゃいけなそうだな、みたいな。そういうちょっと痛い視線を浴びながら、それで、あの、剣沢まで行ってきました。あっち、あ、暑い。もういいですね、脱ぎます。あ、暑かった。今回はですね、この、コスプレするのに、これをね、探すのにすごい苦労しました。これ、あの、上村さんが、あの、実際に使ったピッケルと同じモデルの、
ピッケルなんですけども、シモンスーパー E というピッケルです。私はあの学生の時これの次のモデルのシモンスーパー B というピッケルを使ったんですけど、このシモンスーパー E がですね、なんかすごく珍しいピッケルになっちゃったピッケルらしくて、なかなか見つけられなかったんですけども、あの海外の友人に頼んでですね、あの海外のオークションみたいなことで見つけてもらって、ようやく今回登山に来るのに間に合わせました。これがあることでもうかなり上村さんのコスプレ度が高くなる感じですかね。まあ、色もあの大体合ってたと思うので、かなり私としてはかなり満足なコスプレで登頂できたんじゃないかなと思います。あ、暑かった。さあ、こっからはですね、あ、ごめんなさい。あの、登頂しましたので、動画を使った、今回のベースト登山の報告は、これでまずは一旦、区切りにしたいと思います。で、こっからはですね、今日、スペシャルゲストを呼んでます。さあ、どうぞ。こんばんは。こんばんは。今話題の、いや、何言ってるの、服部文章です。サバイバル登山家の服部文章さん。あ、登場おめでとうございます。あ、ありがとうございます。無事。なんか途中からもう分からなくなっちゃったね。本当にやったのかどうか。妄想です。まあもうね、妄想だけど。でも、かなり真剣に妄想をして。なんかだから、そういう意味では、これまでの竹内のエベレスト周りのコレクションをもう全部つぎ込んで、で、なんか、本当に登ってる感じの、うまいことやったよね。あ、うまいことね。まあ、こっからはね、ちょっとまあ、ちょっとリアルな話をしたいと思うんですけども、はい、妄想だったんですけどね、もうすごい、実際登ったぐらいに疲れて。本当、うん、やっぱり。考えすぎ。次どうしたっけな、こうなったっけかなとか、うん、こうなるんじゃないかなっていうのをこう妄想すごくしてるのと、あと時間を結構正確にやってたの、ね、なんかその、まあ当たり前だけど、リアルにするから妄想が面白くなるっていうのが、うん、かなりその、うまいことこう、なんつうんだろうな。いい回転になって。うんうん、そうかもしれない。俺もだから見てて、結構これ面白いな。あ、そう、このね、話がちょっと盛り上がっちゃう前に、少し、はい、あの、紹介をしましょう。あの、なんで、今日、服部さんが来てるかというとですね、服部さんは、あの、私と、1996年、K2 の登山隊で一緒に登山をしました。そうです。はい。当時何歳でした？ 26。で、私が24とかですね。まさにあ、まあ、今だったらもう2歳でもほとんど2人ともどう見てもおっさんで見分けがつかないと思うんだけども、うん、当時はまだ若くて、そうそう、結構ね、山登りの世界っていうのは1個2個こう学年が違うともう偉そうで、それがなんか下の人が、うん、なんつうんで、まあまあ上下関係は結構厳しいんですね。だから俺がここで今偉そうになっていく。まあ、当時はね、1歳違うとね、もう全然違う、もう2歳なんか違うとね、もう全然、うん、ただこの K2 の隊では俺も竹内も破分町で、うん、で破分町同士が組まされてロープを組んでたんですね。そう、あのこの時はですね、大学山岳部がこう集まってやってたんで、そうそうそう、あの他の大学はみんな何人か来てるんですね。結構学閥がね、強くてね、うん、まあね、俺の大学も竹内の大学もあんまり学閥が強くなかったんで、で服部さんが一人だったし、そう、で私もほぼ一人みたいな、そうだから、あの学校同士のこうチームに入れてもらえない仲間外れ、うん、仲間外れ同士、仲間外れにされたわけじゃないんだろうけど、ロープパートナーだった。では服部さんとこうずっとね一緒にこう、あの登山をしてたんで、まあ、それからもずっと付き合い、そうなんです。当時はね、あのなんかね、覚えてますよ、服部さんがね、初めてミーティングに来た時、あのね、こうツイードのジャケット着てね、あ、でなんかハイネックの、ね、セーターかなんか着て、ね、一応出版社に勤めてたからね、そうでね、あ、すごいなんかおしゃれでかっこいい人だな、あ、2歳年上とは思えない、なんかずっと年上のなんかこうすごいインテリな人が来たな。で実際現場に行ってみたらそうじゃなかったと。そうね、
ね。いやでも楽しかったですよね。まあいろいろあったけどね。あれは俺の中では、まあ俺はね、でっかい山これしか行ってないから、うん、非常に重要な登山で、ね。まあそんな時からの付き合いで今日は来てもらいました。そう、それで、ちょっと話が盛り上がるからいろいろやんなきゃいけない。ああ、宣伝しておいてください。さっき郵便受けにこれが入ってたんですけど。はい。服部文章様からお手紙。ま、今開けました。じゃーん。じゃーん。サバイバル家族。俺の新刊ですね。俺は、え、なんだ？ん？俺は今後できるだけ庭でうんこする。俺は今後できるだけ庭でうんこする。竹内は、あの、サイン入りで。あ、本当だ。今あれ開けたばっかなんで、ちょっと。アマゾンに売れないように。アマゾンに。ブックオフに売れないように。これまさに出たばっかりの。これね、結構もうすでに、反響が良くて、はい、皆さんもぜひよかったら立ち読みしてみてください。はい、立ち読みでいいんで。立ち読みして、それで買わないかったら、それは俺の責任なんで。わかりました。はい。じゃまずは、立ち読みを、はい、してみたね。これぜひ、ちょっと私も読んでみて。でもあんまりあれだよね。家族系は苦手なんだもんね。うん、表に出さないもん、ね。いや、まあ、一緒の家族はいいですよ、別に。じゃあ、これ、皆さんぜひですね、今日は服部さん来てますんで、このサバイバル家族、はい、よかったら読んで、手に取ってみてください。じゃあ、ちょっと早速、妄想登山。実はですね、この学人7月号で、服部さんが取材をしてくれたんですよ。妄想エベレスト登山。はい。これも結構反響良くてね。あ、そうですか。うん、いや、これ、最初話来た時に、うん、日本を代表する山岳雑誌が、学人が、妄想とか言ってていいのか、と思って、うん、よく取材しに来るなって、かなり半信半疑だったよね。うん、ね。よく、まあこれ、読んでもらえば、ね。わ、うん、かるけど、まあ、いやまあタイムリーではあったよね。うん、しかもまあコロナでっていうのもあったし、うん、まああと、そう、実際そのツイッターを見て面白いなと思ったんだよね。あ、で面白くて俺が結構見ちゃうから、うん、あ、結構見ちゃうもんだなっていうのって、の不思議さとかもあって、まあ来たんだけど、ただこの中にも書いてる通り、登山ってやっぱリアル、うん、大きいミスしたら死ぬから面白いわけじゃん。うん、それをこう逆手に取る、何考えてんのかな、というのが、まあ、あの竹内が、と思ってまあ来たんだけど、面白かったからね。うん、やっててもね、すごい面白かったですよ。ただ、なんか動機としてはね、うん、こういうの書きましたけど、うん、我々のこの先輩たち、まあ、登山家、探検家たちで、うん、今よりも、このコロナよりも、もっともっと厳しいこう環境とか条件の中で、うん、登山の探検を続けてきたと思うんです。紛争であったりとかね、宗教的な対立であったりとか、うん、いろんなそういうその困難の中でも探検や登山を続けてきた。うん、だからこそ、まあ、私たちがこのコロナの影響で、まあ、登山を投げ出すんではなくて、うん、まあ、その中でもなんかどうやったら工夫して登山ができるだろうかっていうのを、うん、やっぱこう試行錯誤してみたんですよね。うん、で、やってみたら、うん、実はすごく面白いことにこう気がつかされてくる。うんうん、私は妄想の今言ってるリアルじゃない。登山、やっぱ登山っていうのはリアルだから面白いっていうかね、リアルだから登山が成り立ってるっていう、うん、まあ、根源があるのに、うん、そこに妄想というものを持ち込んでいいのだろうかっていうのも、うん、ちょっと思ったんだけども、うん、やってみたらすごく面白い。うん、自分だったら、まあどうするかなとか、こんなになったら面白いなとか、うん、こんなになっちゃったらどうやって対処しようかなっていうのを、まあ、想像の延長にこう妄想がこう膨らんでいくような。うんうん、まあ、これはぜひみんなやったら面白いんじゃないかなって思って、で、これをこうやってみた。なるほどね。ただ俺はね、やっぱこれは最初で最後だから面白いんじゃないかなと思うんだよね。ああ。これだって来年もやったら、まあ、今
竹内どうしたんだってなるぞ。あ、そうね。もう。お金も登んないのかみたいな。もう、なんかそれ、なんかそういう妄想をする病気になっちゃったかみたいな。そうそうそう。やっぱ、ずっとこれまでリアルに登ってきて、まあ、そのコレクションのなんか画像があったからもあるし、実際にまあこういう、まあ、コロナみたいな状況になって、それをこう逆手に取ったのも、いろんな意味でその面白いだから、すごい歯車がいい方に回って、なんかその魅力的な活動にはなったけど、やっぱこれは1回しかできない、うん、もしくはまだ10年ぐらい経ってからもう1回なんかやるかとかはできるかもしれないけど、今日は登頂祝いでもあるけど、俺はその妄想登山のお葬式でもあるんじゃないかなと思ってんだよね。確かにそれは心のどっかで分かってはいたけれども、うん、今こうやって服部さんに改めて言われると、まあ、それは自分でこうなんか決着をつけないといけないなって感じがね、ちょうどしますね。確かに、じゃあ次は何やるんだっていう時にね、そう。この妄想をじゃあどう現実にリアルにしていくんだっていうのは、うん、その課題っていうのがその妄想の先にはそう、この想像を体で証明するのが登山の面白いところだからね。うん、やはりこのリアルじゃないですね。あ、次にだいぶ時間がだいぶ押してるんだよ、喋りすぎなんだよ。まあね、でもはい、まあそれはテレビじゃないから今日はですね、もう一人、スペシャルゲスト遠くにあれ、ですけども、ちょっとねまだ通信状態が悪いのか悪いんで、ちょっと待ってみましょう。はい、じゃあじゃあ皆さんこれは買ってくださいね。いや、そうですね、はい、7月号です。さっき、服部さんに質問見てもらいましたけど、あ、質問あり、うん、ここからいきますか。質問が今日参加してくれてる方からいろいろ来てますけども、うん、今日見ていただいてる方からあらかじめ質問を少し受けて、服部さんがこれは聞いてみたいというのを少し選んでもらいました。自分も山を26歳になってから10ヶ月山を始めるときにエベレストに登りたいと思っていた。はい、絶対に叶えたい夢です。うん、授業座を達成してその先にどのような夢をお持ちでしょうか。このエベレストを登りたい、まあエベレストいいんだけど、うん、エベレストってやっぱビジネスにだいぶなっちゃったじゃん。うん、そういう意味ではその俺もね、地球で実は一番高いとこって行ってみたいことは行ってみたいんだよね。ただ、その、エベレストっていう山がビジネスの対象にだいぶ変わってきちゃったから、うん、登山っていう意味では少しその魅力がなくなっちゃったのかなというのも実は思ってて、うん、それが少しひっくり返ったのも今回の妄想登山ではね、うん、面白かったんだけど、だからそのエベレストにどうしても立ちたい。うん、この人、だからエベレストに立つなら、うん、そのエベレストの魅力を最もその体現できる方法、うん、ルート、ライン、うん、システム、うん、どうですかね。いや、そんな難しい。言わなくてもいいと思いますよ、やっぱ。かわいそうかな。エベレストに登りたいって思ったなら、うん、結構だったら800万だそうだ、登ります。うん、だけど、必ずしも登れるわけじゃないですからね。うん、倉岡さんに頼めば大丈夫です。うん、だけど、エベレストはもう過去多くの人が登ってますけど、うん、この26歳の彼にとっては未登峰だから、うん、そう、まあ確かにそうなんだよね。だからこの人にとって初めて登る山っていうのはやっぱりエベレストだろうが何だろうがすごく尊いものだと思うんです。エベレストなどの難易度の高い登山での大切なことは何ですか。エベレストが難易度が高いのか微妙ですけど、それは置いといて、エベレストは間違いなく標高は高い、うん、標高は高いだから大きい山、ジャイアンツに行くのに最も大切なことは何ですか。一回で登ろうと思わないことですね。ああ、なるほど。それ一回で登れりゃいいけど、いやでも金かけて時間かけて登っちゃいたいよね。宿題残すとまた来年になっちゃうからね。でもやっぱそれぐらいまあ登りたいと思うと、うん、じゃあ次どうやって行こうかなとかっていうこともあるだろうし。うん、1回目をできるだけ色が来てる。おお、あの人は遮っちゃったけど質問がちょっと途中にありましたけど、
もう一人呼んでいたスペシャルゲスト、はい、今通信がつながりました。アイノコアさん、こんにちは。こんばんは。あ、こんばんは。あ、なんとだな。あとだな。服部さんには。イノクマもね、実はね、この K2 絡みの、まあ、イノクマはこの K2 には参加しないんだけど、うん、このなんか K2 のガチャガチャした、その遠征のね、あの、用意の時に、もう知り合って、うん、そうですね。それ以来になります。イノクマさん、どうも、久しぶりです。あ、どうもどうも。見たよ、新聞で、イノクマの顔は。あ、そうそう。いろんなとこ出るよね、最近。で、しかもさ、イノクマさんって、かっこいい扱いしかない。そうそうそう、なんかいい人なんだよね。ね。俺があんまりいい人じゃないのに、いつも石垣系なのに、なんか猪熊はなんかちょっとインテリ系の方で出るよね。ね。猪熊さんはいつもかっこいい扱いとかね、偉い人扱いでね、出てる。ちょっとなんか大体似たような世代なのに納得がいかないことはありますけどね。ちょっと多分ここにいるんじゃないかな。俺が次が猪熊で、あ、ね、ハゲちゃんじゃない。猪熊さんと同学年なんですよね、私ね。そうですね。小学校とか中学校で言えば同学年で、ただ、山岳部としては1年先輩ですね、竹内さん。そうそう。あ、そうなの？だから私、浪人して入ってる。ああ。だから私はね、はい、もうずっと竹内さんは、やっぱり憧れの人で、また私、大学3年の、ね、冬に、まあ、富士山で大怪我したんですけども、うん、その後ちょっと悶々としてて、登れなくて、でそうしてるときにちょうどマカルーのね、あの登山隊に、あの竹内さんケースの前、うん、されてて、でうちの先輩もね、あの渡辺裕二先輩とか岡本さんとか参加してて、時々手伝いに行ってたんですよね。でその時に本当に現役の、そうですね、5年生だった竹内さんとか大瀬の新井さんとかがマカルーの山頂に立ったっていうのは、まあ、しかもね、東陵っていう非常に難しいルートからだったんで、まあ、すごい衝撃でしたよ、本当に。私は大学8年まで行ってたんです。すごいね。お金あるね。途中休学とかしました、ね。あ、休学したのね。8年行って、まあ、ようやく卒業しました。辞めないよね。猪熊の天気予報なんであんな当たるの？はい。なんであの天気予報なんであんな当たるんですか？それはね、ご水晶玉でね、こう。あれ、槍の山頂、槍の肌の天気予報もやってんだよね。あ、そうですね。はい。そうそう、俺、あそこに行って天気悪いとさ、猪子が電話しようと思うんだよ。天気を変えてくれよっつって。猪子が天気変えたら天気も変えるんじゃないかって。予報変える。文章さん、ひどいんですよ。ズルしない登山を実行されてるのに、なぜか、うちの予報なんか利用してて、しかもなんか、そうそう、出発前は OK なの。宮熊さんの電気を使うのはない。ズルなの。あまりにも当たりすぎるから。雨予報だと、おめえが雨にしたんだろうとか言って。そうそうそう。いやでもね、そのぐらい当たるよね。あ、まあ、当たるって言うと怒るんですけどね。あ、そうなの、うん、なんで占いみたいだから。そうそうそう。なんて言えばいいの、なんて言うんだっけ、当たるって言うんじゃない。当たるじゃなくて、当たるはずじゃなくて。天気は当たりはずじゃないんでしょ。予想が、ん、いや、いいですよ、どうでも。ちょうどね、まだなんか、猪熊さんからも、今日ね、あ、昨日か、郵便が届いて、登頂祝いが届いてて、ちょ、何が入ってるかも、ちょっと私もまだ見てないんですけど。やばい、スズメバチとか入ってない。俺この間初めて食べてさ、自分でやるてるんですよ。いやいや、何俺この間初めて食べて死にそうになってさ、まあその話はいいよ。服部さんでもね、死にそうになる。ああ、なんかこう、あ、もう変な、その健郎くんの変なんじゃなくて、もっとこういうかっこいいのにしてくれっていう。かっこいいのがなんだこれ。あ、おそらくね、これの多分商品版じゃないですか。これ商品なの？違うでしょ、手製でしょ。手製商品。これ売ってんの？売ってんの？いや、売ってるのはね、こっちです。売ってる？ちゃんと売り物があるんだ。ああ、バッチ。バッチです。イノボーですね。イノボー。それは手作りです。で、これはだから、そう、だから、健郎くんのこれじゃなくて、今度は こっちにしてよっていう。なるほどね。まあ、紙だとね、燃やされたりとかします。そうそう。だから、不燃にして作ったそのね、裏が竹内さんの似顔絵になってるんですよ。
みたいだけど。かつてのかつてね。ありがとうございます。早朝祝いをいただきます、はい、今回早朝祝いこの本とあのこの井上さん。これ井上さんに送ってねえな俺。あ、井上さんすぐこれ届あの服部さんが届きますんで。はい。はい、あ、じゃあ私あサインなしでお願いします。はい。ありがとうございます。冗談です、冗談です。でもね、時々ね、文章さんのことをね、地平線で、あの、奥様のね、小雪さんが、時々投稿されてるのを拝見したり、なんかあの、ぜひ、埼玉でしたっけ、群馬でしたっけ。市やあれは市なの。あ、市なのね。あ、ごめんなさい。でも、そう、あのさん、市、いや、市っていうか、場所ね、あんまり、今、秘密にせっかくさ、せっかく誰もいないから、秘密にしてんだけど、まあでも、猪熊がほら、朝日新聞に書いてたさ、子供たちのためにっていうのは、俺も同感っていうか、もう大人はダメだからさ。そう、あれはね、子供絶対いつかやりたくて、もうすいません。絶対いつかじゃなくて、でも早めにやった方がいいよ。そうですね。それはね、文章さんに、ぜひね、ぜひ、講師として、講師といいますか、先生として。一緒にみんなで資格ってやつだ。だから、いや、猪熊のその、あれが、山手の近くになんかそういう施設作ればいいじゃん。そうなんですよね。その土地を探してるんですよ。これ学校の話してんだけど、わかる？自然学校をやりたい。うんうん、まあ、山の学校をやりたいっていう話で、結構昔からその、もう大人ダメだ。日本人の大人ダメだ。これから子供をまともにしなきゃダメなんだっていうんで、猪熊がそれを、まあ、やってるんだけど、その話です。いいですね。ぜひ。私もちょっと今、野外教育やってますからね、一緒にね。そうですね。そこに行くのかな？面白いですからね。あの、子供たちが成長してる様子って、ね。面白い、うん。竹内さん、それが面白いんですか？え？常に、美しい女性が傍らにいらっしゃるじゃないですか。いたっけ？え、どこ？ああ、野外学校の。野外学校の時に。野外学校、ま、それ問題発言だよ。でもそれなんか言っちゃいけないことは言ってませんよ。言っちゃいけないことは知ってる。聞かなかったとしてもらって。知らない。何のことだっけな。とりあえず、ボケとボケ。いやいや、でもまあ、野外学校っていうか、まあ、子供のと山。うん、その、山登りってでも死んじゃうじゃん。そこのところがな、そのリスクがやっぱり、どううまくやっていくか。ぜひこの3社でやっていきたいですね、本当に。じゃあ、うん、また今度会った時に話を詰めましょう。ええ、ぜひぜひ。はい、妄想の係だったんですか。ここの場所でやるか。ここでやるか。なんか、でも今、その俺の、そのゲットしたその古民家、結構でかい土地もついてるし、そういうのって、ね、うん、いいじゃないですか。ちゃんとは、なんかちゃんと探せばいくらでもあるっていうか、うん、結構これからそういうの出てくる。まあ今なんか流行ってるけどな、キャンプでなんか山買うとかいうのも流行ってるけど、まあでも、うん。これ、あの、全国流れてますからね。あ、流れてるの、うん、もしかしたらじゃあ、私のところでやりませんかって手が上がるかもしれないね。うん、あの、公開しちゃってますからね、やることね。すいません、なんか、大丈夫ですか？まあまあ、もういい、大丈夫。じゃあ、これ、これか、これ。もう全然話は脱線してましたけど、はい。次はどっちなのよ、その。あの、いや、そう、一応、いや、これ、これをさ、これを言っちゃえばさ、行かざるを得なくなるから。あ。だ次はどの山、もしくは次は何をするんですか？あれ、もちろんね、やっぱり、ヒマラヤ行きますよ。行きますか。ヒマラヤはやっぱ面白いんですよ。面白そうだね。あ、だと釣り行くんじゃん、ね、俺と。あ、そうだ。あのね、まずは、ね、もちろん山には行きますけども、この間ね、ちょっと服部さんと約束したことが。それも言っちゃえばやらなきゃいけない。それやらなきゃいけないからね。あの、約束したことがあってですね。これ出てるよ、シャバン。シャバン出てる。この K2 に、1996年に行った K2 の時に、内家って言うんですけども、ポーター頭という、まあ、ポーターのリーダーがいたんですね。うん、ここにあの、シャバーンっていう、名前で出てるんですけども、まあ、彼がですね、まあ、非常によくしてくれたんですね。よく働いてくれて、
あの私たちに親切にしてくれてですね、そうあのすごく仲良くなったんですよ。でこのシャバンに会いに行こうというかシャバンを探しに行こうっていうことをですね2人で今、まあ、大体のとこ分かってるしな、うん、もうね何年も会ってないから、まあ、生きてるかどうかの方が問題だよね。いい年になっちゃってるからもしかするともうね生きてないのかもしれないんだけど、それでも家族とかにね行き渡るとかしてね、そうそうそう、ね、そただね子供ねいなかったんだよね、うん、シャバン、うん、あまあそんな彼をそのまた再会探しに行ってみたいっていう思いが、うん、まあ、でもまあでもその前に釣りの話があったんだよね。そう、まあ、実は私はね、あの釣りのだってあの辺見たらもう山の道具より釣りの方が多いじゃん。もうルアーとかなんかリールばっかじゃん。あの人の家勝手にあさそう、まあ、釣り道具がね最近山の道具釣り道具の方が多いんですよ、ね、そうそう、でトラウトを釣りに行こうって話になって、パキスタンに、ね、あのイギリス人が持ち込んだトラウトがいるんでね、ヒマラヤに行こう、うん、ついだったらちょっとシャバン探しに行くかみたいな。今2人でこう計画してるのは、まあ、まだ妄想の段階ですけど、まだ妄想ですね。シャバンを探して、ね、そして釣りをして、そして釣りしないのか。私ね釣りのセンスが全くないですね。へえ。あの周りと言っても私だけ釣れないし、釣り堀ですら甥っ子とか姪っ子がバンバン釣ってるのに私だけ釣れないんですよ。なんでだろうな、天気とはだいぶ違うんだな。釣りは雲と風とかは読めるのに魚の気持ちは読めないんですよ。生き物ダメ、生き物ダメだ、生き物ダメだ。誰か K2のメンバー見てないかな。見てないか、分かんないけど、見てりゃな、一緒に行けばあるな。今ね愉快ですね、さんさん天気二人と一緒だから行きたい。行く、いや今行こうかなと思って振ろうかなと思ったけど、釣りどうって言ったんだけど、まあ、一応考えて、俺8月の頭って言ったけど7月の頭の方がいいかな。ああ、いいですね、まあ、ちょうど季節的にもね、そっちの方がいいかもしれない。来ない時期になるんで、そしたらシャバン探して、うん、あそこの上の湖で一回パキスタン釣りして、でギルギットの方もちょっと釣って、で、で、うん、で、もしあわよくばのあたりのちょっとした水戸湖探しに行くとかね、いいんだよね。あのあたり、金属種あたりはまだまだ未踏法いっぱい残されています、ね、うん、やっぱ未踏法が面白い今ね。やっぱ未踏法すごく魅力を感じますね、うん、まあ、別に高さとか難しさじゃなくて、うん、まあ、政治的な理由でもこう解放されてない未踏法は結構あるし、うん、だからパキスタンとかアフガニスタンにもそんな高くないんだけど、うん、紛争地ゆえに未踏法みたいなところもある、うん、アフガンなんて登れんの。多分今はとても登れないと思うんだけど、うん、でもなんかこうちょっと平和になった時に行って、うん、まあ、そこでちょっとでも登れるとか、うん、もしくは私が行くことで、うん、ちょっと俺が山登ってる間はちょっとなんかまあそーっとしといてよみたいなこと言いながらね、うん、登山をしても、まあ、そこの人と この交流が生まれて面白いんじゃないか。ただ書類出して許可もらって登りますってじゃなくて、うん、そこの人たちとこういろんな話し合いをしながら、うん、登山をさせてくれってお願いをするなんていうのが、なるほど、面白いじゃないかな、うん、ね、うん、行ってみたいよね。行ってみたいですね、うん、アフガニスタンも、うん、標高全然高くないし難しくもなんともないんだけど、未踏法がね随分残されてる。多分トラウトもいるんじゃないの。やっぱイギリス人がいてるところはね、そうですよね、うん、だから、まあ、今釣りと、まあ、山と未踏法、まあ、シャバを探しに、あとモモね、モモね、うん、モモはネパール、パキスタンの方はあれか、パキスタンはパキスタンの方、シシカバだ、シシカバとかヤギとかね、うん、ですけど、ネパールもね、猪熊さんも一緒にネパール行ってないでしょ。そうですね、ね、本当は今年行く、行くはずだったんだね、うん、行ってなくてもその天気予報だっけ。井本さんの行ってき以来行ってないですね、うん、今回は猪熊さんも私は妄想エベレストに付き合って、うん、妄想でネパールに行ってた。ネパール天気予報は勝ち。いや、あれ、あ、そうだ、その話聞かなきゃいけないでしょ。猪熊さん、あの天気予報はもう本気でやってくれたんですもんね。あ、そうです、そうです。本気でやりました。はい。だから、もし猪熊さんの天気予報がダメだったら、5月11日に登頂できなかったんですよ、今回。うん、だから猪熊さんの天気予報を変えてまで5月11日に登るってことは考えてなくて、うん、5月11日に登るっていうことは、もう大前提にはしてたんだけど、
猪熊さんの予報で5月11日がダメって言われたら、うん、今年は残れませんでしたっていう妄想になる。もうエベレストの周辺はその現地 の, その最新情報がなくても分かるの？いや、やっぱり最新現地の、ね、情報があった方がいいですけども、まあ、今回は妄想しながら、私も現地の情報を妄想しながらまあ衛星画像とかね、いろいろなものをちょっと駆使しながら、はい、妄想させていただいて、それで出しました。はい。大丈夫、あれは当たったのね。はい。あの天気予報は大丈夫だったのね、本当に。大丈夫だった。大丈夫だったかどうかちょっとわかんないですけど。そこまで調べないんだ。あ、でもね、11日は登れたと思いますよ、はい。うん。だから、猪熊さんが11日、GO を出してくれなければ、まあ、11日は到底できなかった。あ、だそこはすごく妄想なんだけどすごくリアルだ、不思議なね、うん、なんつうんだ、巡り合わせ、そうね、うん、でもあのすごくリアリティがあったのが、あのやっぱり5月11日って確かにまだルート工作が終わってない可能性があるじゃないですか、うんうん、それであの左ステップをこうシェルパと竹内さんがロープを張りながらこう行ったっていうのが、おお、そこまで考えてるんだって、ちょっとリアリティが、ありましたね。あれはね、あの、実際に行っても、できれば自分たちでルート工作してみたいと思ったんですよ。ああ、なるほど、なるほど。いつもほら、あそこで渋滞が起きるから、うん。それだったらもう、渋滞が始まる前に自分たちで行って、ルート工作して登っちゃおうっていう計画も、結構あらかじめ考えたんですね。うん、だからそれはもう妄想なんだけど、うん、まあ、想像の部分。やっぱ天気がね、やっぱし5月11日良くなければ、とにかく妄想であっても登頂できなかった。これは今回はやっぱり5月11日に登るっていうこの大前提の登山ができたというのはすごく良かったですね。あのまあ、エベレストに登ること自体は、私がね、もしただ単純にエベレストで酸素使って登りますって言ったら、まあそこにあまりあの魅力を感じることはないと思うんですけども、5月11日に、まあ、その50年前に上村さんと松浦さんが登った日に登場するんだって、すごく難しいことなんですよね、日にちを合わせる。いや、難しい。難しいと思うんですよ。普通できないでしょ。なかなか難しい。まあ、それを今回は、まあ、まあ、リアルであっても、妄想であっても、こう、トライをすることで、この登山っていうのを、また別のこう価値を、こう、作り出せたんじゃないかな、っていうのを、まあ、この今回の計画の面白さだと思うんですね。やっぱりそれはあのこの妄想エベレストもこのリアルさがあったっていうのは、その猪熊さんの天気予報があったから、うん、この妄想なんだけどすごくリアルだったっていう。なるほどね。ちなみに多分ですね、あ、いや、うん、妄想じゃなかったとしても、うん、実際に、ね、コロナがなくて竹内さんに来てたとしても、多分今年のこう気象状況だとか、まあ、私は同じ予報を出してたと思うので、うんうん、まあ、多分地元がいたんだろう本当は。竹内さんは多分登ってると思います、うん、で竹内さんのやっぱりすごいところは、やっぱり14座成功した一つの理由は絶対自然に合わせるっていうこと。あ、うん、あの天気予報がこうだというふうにやったら、どんなに自分の体調があんまり思わしくなくても、その日程に絶対合わせるんですよ。でも他にも私何体もあの海外の登山隊出してますけども、その通りになかなか行かないんですよね。たとえその辺が一番天気がいいっていう方が出てても、体調が悪かったりとか他の事情とかがあったりして、その日になかなか合わせられないんだけど、竹内さんはやっぱり一つはこう大きな組織の登山隊じゃないっていうこともあって、やっぱり自分のこう自由度が高いっていうのと、あと自然に絶対合わせるっていうね、その強い意志と、やっぱりなんか強さですね、体的な強さ、うん、そこに合わせられるっていう、それがやっぱりあるんだなっていうのはすごい感じましたね。これはあの、こう、天気という、まあ、人間がコントロールできないものに、こう、歯車をこう自分でこう合わせていくような、これはやっぱりこう、せめぎ合いで面白いですね。うんうん、やっぱり天気が悪ければね、どうしたって登れないですけども、うん、その天気が登れるタイミングに、こうやっぱり自分の体をこう合わせていくとか、うん、準備を合わせていくっていう、あの、なんかこう、せめぎ合いというか、
こう微調整をこう繰り返していくのってこれはすごくこう面白いですね、うんうん、ヒマラヤは特に山にいる時間が長いですからね、その中でこう少しずつこう微調整していくっていうのは、うん、こうなんかこう職人さんが少しずつこう削っていくとか、うん、少しずつ作っていくみたいな、まあ、そういう時間の中にこう身を置くと、やっぱりヒマラヤのあれは面白さのような気がしますね、うん、なので今井上さんにだいぶ褒めていただいたんで、でもやっぱり井上さんの予報あってですね、あの正確な、ね、予報をね、いいや、ちなみにさ、はいはいはい、エベレスト竹内スタイルで登ったらいくらかかるの、下世話の 話ですが、エベレストさんいくら山頂、結構かかる、いや200万ぐらいとかでいけんじゃないかな、じゃあやっぱ安いね、安い、だってシェルパいない一人とかでしょ、うん、まあ、シェルパ使わなくても、まあ、使わない可能性もあるから、でも、まあ、今回2人ぐらい使ったと、うん、今回ねシェルパ1人でキッチンボーイが2人が、コックが1人、キッチンボーイ2人、うんうん、で酸素も、うん、もう途中で睡眠用と、うん、まあ、頂上行く2本だから多分4本とか、うん、まあ、あれ1本いくらするの、1本600ドルとか700ドルでしょ、だから6万円とか7万円でしょ、うん、だこれがシェルパがいればシェルパの酸素も増えてくるし、うん、それで、まあ、上で滞在日数を増やせば、それ日数、うん、まあ、日数分増えていっちゃうから、うん、もう、よくエベレストって、まあ、ヒマラヤ登山って、いくらかかるんですかって質問すごくされるんですけど、あれ、いくらかかるんですかじゃなくて、いくらかけるんですか、なるほど。うんうん、まあ、これかけないかけるだけ、どん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 酸素のシェルパも増えていって、うん、まあ、成功率は高くなる。すごい、すごい、まあ、あの、年寄りのタイとかはね、奥かけて、ね。うん、あれは多くかかったんじゃなくて、多くかけて登るんだ。多くかけなきゃ登れないんだろうね。うん。それは成功率を上げるためにね。うん。うん、だまあ、例えばドクター連れてくとか、それだけ、どんどんでかくなってくるから。うん、まあ、そうすると、まあ、やっぱり、どれだけかかるかじゃなくて、どれだけかけるか。うん。だまあ、パーミッションのちょっと 裏技があるからな。そうそう、パーミッションも、一体で、自分、もし私一人行くんでも、一つの登山隊分のパーミッションを取るのと、例えばどっか、あの、どっか入ってる、外国の登山隊の、うん、あの、たまたま来れなくなっちゃったとか、一人空いてるとかってところにこう、パーミッションを分けてるとか、っていうような方法もあるんですね。あることもある、うん。ちょっと裏技みたいなですけど、うん、そういう方法もある。まあ、そうすると値段を安くするとかね、できますから。それはまあ、工夫次第ですね。まあでも竹内がそれ今までずっと登ってきたいろいろの、まあ、人間関係とかその知識とかあるからできるところもある。それは確かにね、そういう、まあ、そのノウハウを知ってるから、まあ、付き合いがあるっていうのもありますけどね、やっぱり、14度登ってきた時に培ったことになって、うん、それはすごくヒマラヤに通ってよかったなって。うん、いろんなところに知り合いがいますからね、うん、いやなんか、うん、ヒマラヤがどんどん竹内のフィールドになってて、うん、それはなんかいいな、憧れるというか羨ましいなと思って、ヒマラヤしか行ってないですよね、ひたすらヒマラヤですけどね、俺なんか汚ねえなんか日本のヤブヤマとかいるのが自分のフィールドだからまあそれも面白いですけどねあの学生の時もそれもやりましたけど、やっぱ面白かったよね、話がどんどん飛びと散らかっていきますけど、はい、まずもう少し質問しましょうか、はい、時間的にはまだ大丈夫なんですね、あとは あと20分ぐらいです、ね、あるようなね、はい、まあ、猪熊さんもいるんで、あの私に質問というよりもできれば3人でね答えていくみたいなのがねあって、エベレストに残った人はみんな頭がいっちゃう、本当ですか、そんなこと言ったら年間結構な人登ってるんですが、それだけ行っちゃってる人増えちゃってたら世の中困るんじゃないですか、これ無酸素だとでも行っちゃうんじゃない、どう、日本で無酸素で登ってるあのおじさんたちは、おじさん、うん、正美さんとか遠藤さんああまあ行ってはいないかな、行ってはいない、あのエベレスト、まあ、エベレストに限らず 8000m 峰を無酸素で登るっていうのは、うん、無酸素で登れる人だけが登ってるんですよね、うん、間違えて無酸素で登っちゃったってことはありえない、確か、うん、必ず無酸素でも登れだけの、まあ、準備とか順応とか、うん、まあ、その能力を持った人たちが登ってるんで、
間違えてたまたま無酸素で登っちゃったってことはちょっと考えにくい、うん、だそうすると、まあ、この行っちゃう人っていうのも あんまり多くないんじゃないかな。メスナーは酸素を使わないで登れるならそっちの方が楽だって言ってるけどね。私も、まあ、無酸素の登山随分やりましたけど、うん、酸素ない方がね確かに楽なの。面もある面もある、うん、やっぱ安全は安全な面もある。安全は安全ですよ、うん、リスクがない、うん、酸素ボンベっていうリスクがなくなる。そう、例えば酸素ボンベ背負ってて酸素ボンベが壊れたとか、うん、レギュレーターがこうやって動かなくなったとか、うん、って言ったらもうそれはダイビングしててボンベが壊れちゃうのと一緒だから、うん、まあ近いよね。それはすごく恐ろしいことですよね、うん、かえって素潜りで、うん、まあ、素潜りもいろんな種類があると思いますけど、うん、息止めて潜ってる分には息が続かなくなったなと思ったら薄めに持ってこようって感じがあるけど、ボンベ背負ってるからずっと深いところ潜っててボンベが壊れちゃったらもう帰ってこれない、やばいっていうのと、まあちょっと似てますから、まあ厳密に周りに酸素がゼロなわけじゃないんでね、すぐ息ができなくなっちゃうわけじゃないんだけど、やっぱそういうリスクがあるということと、あと酸素ボンベはねやっぱ重たいですよ。ああ、うん、確かに端的にね、うん、重たい。あんなものを持って歩くんだったら今2つ持つの。エベレストはね、2本持ってて、うん、途中でデポして帰りを、うん、でもあのボンベね1本でも2本でも背負っていくっていうのはとにかく重たいですから。あとマスクがすごい煩わしいんですよ、うん、ここの中ビチョビチョしてくるし足元見えないし、うん、もう本当に煩わしい。だからあんな煩わしいものつけて重たい荷物背負わせるんだったら無酸素で行った方がいいっていうのはね、うん、本当よくわかります、うんうん、で私たちなんかラルフとかと登山した時は酸素も邪魔だけど、うん、そのファイナルキャンプで泊まるの もう面倒だみたいな、うん、なってくる。まあその分そこに滞在しなきゃいけないから、うん、それだったらもう下のキャンプからもう、うん、一気にプッシュ出しちゃおうっていう考え方、うん、そうすればテントを背負う量が少な、まあ、感覚も少なくなるから、うん、もうテント背負ってもう一つキャンプ作るんだったらもう絡みでもう行って帰ってきちゃった方がいい、うん、だそファイナルキャンプ飛ばしちゃうみたいなテクニックもあります、うんうん、まあ、滞在時間も短くなるし、うん、日本の山でもまあ同じことは言えるそうですね。だから日本の山で今こう多くの人がやってる、うん、ライト&ファースト、うん、ライト&ファーストとか、うん、そういう登山をヒマラヤでやって、まあ、私たちライフとかリンダでやってきましたから、まあ、その感覚でいうと酸素は確かにねなくていいならない方がいい、うん、お金もかかるしね。もともと例えばダグスコットなんかも、うん、無酸素登山を始めた理由というのは酸素が買えなかったんですよ。酸素本当は酸素を吸いたかったんだけど高くて買えなかったから無酸素で行こうかみたいなのが、その無酸素登山かっこいいな、さすがイギリス人だ、うん、動機だったりとかしてますよね、うん、だから酸素ボンベを使ってお金をかけて1回行くんだったら、うん、無酸素でお金をかけないで2回トライした方がいいんじゃないか。なるほど、考え方。私たち、うん、まあ、ラグなんか登ってた時はそんな感じでしたね、うん、できるだけその無酸素っていうとかシェルパを使わないっていう課題を自分に課すんじゃなくて、うん、お金をかけないっていう課題を自分に、うん、お金をかけないことで、まあ、1回トライして登れなかったら2回目で登るとか、うん、3回目で登るとか登山を続けていくっていうふうにするっていうのも一つの課題、ね、チャンスは増えるしね、うん、お金かけるとやっぱりどうしても登りたくなっちゃうもんね。 それだけやっぱリスクじゃないか、コストかけちゃうとなかなか引けなくなってきちゃうからね、まあ、ただ酸素を使って登れるんだったら酸素を使って登るっていうのも、うん、まあ、それは種目の選択みたいなんですけど、ね、うん、まあ、それは決して無酸素と酸素を使うのどっちの価値があるのかとかっていう、それは比べるもので絶対ない、うん、だからもしエベレストに登りたいっていう時に酸素を使って確実に登って、うん、その人にとっての未登峰であるエベレストに到達して、うん、その登頂の喜びを感じられるんだったら酸素を使って登るべきだし、うんうん、まあ、それから、まあ、別の山で、まあ、酸素を使わないで登るっていうのもそれ一つのチャレンジだし、うん、まあ、それはもう人それぞれの、うん、挑戦だと思いますね。どうしようか比べるもんでは絶対ない、うんうん、難しい話いきますか。あ、へー、あー山では自己責任という話がよく出ます、うん、ガチャガチャって書いてあるんですけど、日本では自己責任といっても結局は他人頼りのところが多々ある気がします、うん、この辺り世界の山を登っている竹内さんはどう思いますか。何ですか、
自己責任、これね、あの実は次の学人が、あの今もう印刷入っちゃってるんだけど、はい、あ、まあ、あのさらっと広告がですね、はい、遭難系なんですよ。で遭難系のね、あの特集を作るとなると、はい、俺はね結構編集部で浮くんだよね。っていうのはなんかね、もう世の中はなんかちょっとあったらヘリコ呼んじゃえよっていう、うん、で登山者の登山者は言えないか、うん、その救助する側っていうか、まあ、お医者さんとか、まあ、救助する側もなんかごちゃごちゃやっててめちゃくちゃになっちゃうよりも前にもうさっさとやばいなと思ったらヘリコプター呼んでもいいんじゃないのみたいなことを、うん、まあ、この人は違うのかもしれない、うん、いう人がいて、うん、俺はそれはやっぱ違うんだっていつも、登山は自分で締めくくんなきゃダメなんだ、その覚悟としてね、なんかあったらさ呼んじゃうんだけど、俺は呼んだくないけど、あの覚悟としてはやっぱり自分の登山は自分で、あの何終える、で最悪それでができなかったら仲間内だけでなんとか終える、それもできなかったらようやくそのと 山屋じゃない誰かに頼るっていうのが筋なんじゃないかなと思うんだけども、結構そのレクリエーションで登山をするって、登山が 100% レクリエーションの人たちにそれをまあ押し付けるってんじゃないけど、同じその思いを持ってもらうのっていうのは難しい時代になってるのかなっていうのを最近思ってますよ。まあ、それはまあそうでしょう、ね、まあ難しい話になっちゃうかな、まあ、井上さんもその天気予報を出してて、うん、予報を出しててその、まあ、予報をある程度この、ね、こう外れた時に文句言われる、うん、まあ、外れた時に文句言われるのも含めて、うん、まあ、その予報に頼って登山をする人たちってすごく多いと思うんです、まあ、私も その一人だと思うんですけど、うん、まあ、予報を信用するんではなくて予報に頼って、うん、登山をするっていうこと、うん、まあ、人たちも多いと思うんですけど、まあ、そういう人たちって猪熊さんのからの、なんていうか、猪熊さんが予報出してる時に、まあ、そういうやり取りってあったことあります？と言いますかね、まず、まあ、私がこの仕事を始める時に、あの自分が予報を出すことで、うん、あのまあ、登山者の考える力をねダメにしてしまったり、まあ、天気図を取らなきゃいけない、予報だぜ登山者の、うん、まあ、こういう判断力を、まあ、弱めてしまうとかダメにしてしまっているとか、あのそうですね、天気図を取らなくなったりとか、そういう心配は確かにありましたね。山道具にも言えるけどね、うん、山道具もね、どん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 モーベルがいいもんばっか作ってどん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 、まあ、登山者崩しなくなっちゃう。まあ、当時はあのツアー登山による大量遭難とか、ツアー登山大量遭難、うん、ガイド登山による気象遭難とか、要するに引率者プロの方が判断をミスって、ガイドが、まあ、まあ、判断をミス、お客さんが亡くなってしまうっていう、そういう痛ましい事故が続いたことで、うん、やっぱりこれはプロの方がやっぱり判断をミスったらダメだろうと、じゃあ判断を見せらないためにはどうすればいいのかって言った時に、まあ、確かにこう講習会研修会とかでね徐々に啓蒙していくことも必要なんですけども、やっぱり、まあ、プロ向けのこう予報、信頼できる、ある程度ね信頼できるこう予報がプロ向けの予報として始めたというふうには考えたんですね。それで、まあ、出すことにしたんですけど、ただやっぱり出すといっても、まあ、こう今のねヤフーとか他のピンポイント予報みたいに、まあ、晴れとか曇りとか雨とか雪、そういうマークだけを出すっていうんではなくて、まあ、それだと晴れって出されたら晴れ以外の解釈にしようがないですからね、こう予報を鵜呑みにしちゃうことにつながるので、まあ、できるだけこう解説を入れて、どういう気象リスクがあるのか、あの、まあ、どういうふうに逆に外れる可能性があるのか、まあ、そういったことも含めたね、こう予報を出していこうと、まあ、それをちょっと自分への自分フォローとしていますかね、まあ、登山者にとってもあの天気図とかの、ね、必要な情報を
一緒に配信して登山者もリップ法をこう信用するのではなくてこう利用していただくっていうそういうスタイルの予報にしたいっていうのはまあこちらの思惑ですね。まあ、実際にはそうなってはいない部分も正直ありますけれども、はい、はい、この方はですね、この山岳救助をやってる方なんですね。だからこの方が言うにはやっぱりその山は自己責任、どちらかというとあれだね、山に入る人は自分はじゃあ自己責任で入ってるんだって言っときながら、まあ何かあった時にはレスキュー呼んで、まあ、人に助けてもらうとか、自分で判断しましたとか言っときながら、まあ、例えば猪熊さんの予報をそのまま鵜呑みにしてるとか、でそれって本当に自己責任なのかっていうことを、まあ、言ってるんでしょうね。いやまあでもこの方はきっとね、こう山岳救助をやってる中で、まあ、きっといろんな人見てるんでしょうね、うん、まあ本当にね、そうなんだよね、なんかやっぱいろんな人がいるから、うん、もうヘリコプター救急車代わりっていう人もまあいるし、うん、タクシー代わりか、うん、でもまあそういう人どうなんだろうな、今日見てる人はまともな山々が多いからそんなのはないかもしれないと思うんだけど、おそらく、うん、さっき服部さんがいたやっぱ自己完結するんだとか、仲間内、まずは仲間内なんとかしようとかっていう人はこういうとこ来ないから、この人のお世話にならないから、そう、確かに、うん、だからこうそういう人たちが決していないわけじゃないんだけど、うん、まあ、結局こういうところにはそういう人は来ないから、うん、どうしてもこの自己責任というものの言葉の意味が、うん、その本来本当に自己責任でやってる人とは違うところで、うん、まあ、本来は自己責任を理解してない人が自己責任っていう言葉を使っちゃってるっていう感じがします、うん、あるかもしれないですね。山登りってやっぱ何かあったらまあ大変な事故が起こる可能性があることは俺らも分かってるわけじゃん、うん、それでも自分の意思で自由に山に登ることができる、うん、それはなぜかって言ったらやっぱ自分の責任で降りてくるっていうことを、まあ、自分で完結させるんだっていう覚悟をみんなが持ってるからっていうその前提でその俺らは山でこう自由に活動することが許されてるんだと思うんだよね。でそれをこう他人に何かあったらちょっと助けてみたいになってくると、このその助ける側がこっちを管理しに来るから、俺はその自分たちの活動を自分たちの自由の権利を守るためにやっぱりその登山っていうものはできるだけ自己完結させる、うん、そうじゃないと自分たちの自由が奪われちゃう、うん、そこのところは最もその重要なやっぱことで、うんうん、それはだからまあ山岳雑誌とかがミスリードして、うん、あ救助呼んでもいいんだよみたいなことっていうのはやっぱりそのまあ現実問題としてはあるんだけど、うん、でもやっぱそういうことをやっぱり言ってはいけない、うん、山登りっていうものは自分で完結させるんだ、だから我々は山で自由なんだっていうのはすごい重要だなっていつも、うん、特に最近よくすごい最近そう思う、まあ、山登りは山登りをスポーツするかどうかはね、まあ、ちょっとまた別の議論としても、うん、まあ、もしスポーツとして捉えたならば、まあ、これほどルールとか決め事がない、うん、こう自由なスポーツってあまりないですよね、うんうん、だから、まあ、それはやっぱり自分でルールを定めていかなければいけないわけで、うん、まあ、自分でちゃんと降りてくるっていうルールを定めるとか、うん、まあ、その自分どこまでを自分で完結させるのかとか、うん、仲間で完結させるのかっていうルールをあらかじめ決めるっていうのがすごく重要なんですよね。だから相手にルールを決められるんじゃなくて自分にでルールを定めていく、ルールを定めることで自分としてのスポーツとして取り組んでいける、うん、だけど服部さんが言うようにまだそのスポーツとして捉えられずに、うん、レクリエーションとか、うん、レジャーとかでそうやってる人たちに、うん、それを突きつけていいのかっていうのはまたちょっとね、なかなかでもその人たちがその我々の自由をもし奪うようなことをしてしまうのとするとなかなか厳しいよね。でもいずれそういう人たちが、うん、ある一定の割合は、うん、自分でルールを決める側に回ってくると、何パーセントぐらい来るかな、それは分からない、分かんないよね。でもゼロじゃないと、ゼロではない、だって我々だって一番最初は先輩連れて行かれて確かに登山を始めたわけです、うん、その時はもう右も左も分からずね、うん、ただついてただけなのが、うん、まあ、こういうふうに変化をしていくわけです、うん、だからそれは、うんうんうん、分からない
まあ、私たちを先輩がねしっかりとやっぱりリスクマネジメントしてくれたっていうのはありますけれども、今はほとんどが未組織の、ね、登山者が多くなってますから、やっぱりそういう責任も含めてね、教えてくれる人がいないっていうのもあると思いますし、あと服部さんがね、文章さんが言ってたように、やっぱり自由度責任ってまあ表裏一体といいますかね、必ず自由には責任が伴うっていうのはまあ当たり前のことですし、まあ、そうなんですけど、なんか今のこう学校教育っていうか、自由だけをねこう教えてっていうか、何でもやってくださいよ、みんな個性があるからって言って、でも責任については全然教えてないっていうのはやっぱりあるのかなって。今私も大学山岳部の監督10年ぐらいやってるんですけども、やっぱりどんどん子どもたちの何て言うんでしょうね、こう考え方っていうのは変わってきてて、やっぱりそういうのを少し感じますね。はいはい、これこれ質問まだ全然答えてないし、この質問も完結してないんですけども時間になってきました。なってきた。はい。はい、で、これはちょっといっぱいいただいた質問はですね、私がそれぞれ今後ちゃんと答えていきます。マジ？いろんなことで。はい、いろんなとこ。その一つがこれって言いたいのね。一つね。いや、もう時間がなくなっちゃったの。いやいやいや。その一つがこれですじゃないの？いやいやいや、そうかもね。うん。また、そこでいいですね。よく振ってくれますね。時間がないんです。今度、私の本が一冊出ます。服部さんはこの本が出ますけども、下山の哲学。ご存知のように前、登山の哲学って本出したんですね。うん。それに対して、それに対して今度は下山の哲学という、という本ですね。はい、はい、登山じゃなくて下山です。登ったら降りてこなきゃいけないんで。また妄想とか下山とかハスに構えたことばっかやってるな、もう。バキダーじゃあ今、まあ、この辺もちょっとねこう関わるかもしれませんけど、じゃあ なぜ下山しなきゃいけないかって、それはね、まあでも、うん、俺が最近っていうか、まあ5年ぐらい前から思ってるのは、自分っていうその肉体物体を、自分っていうまあ自分っていう物体を山頂に持ち上げて、その物体をまた安全っていうか、まあ、生きたまま山頂から下に下ろしてくるのが登山だと思うから、うん、下山っていうのはだから登山の半分以上だよね、本当はね。全くそうです、うん、どっからね下山かなんて分かんないです。もしかしたら、なるほど、頂上に向かってる最中がもう下山なのかもしれないです。怖いこと言うな、生まれたばっかで死に向かってるってやつだ、うん、そうですね、うん、だって降りてこなきゃいけないわけですからね、うんうん、だから記録的には登頂して死んじゃっても、登頂は死亡でもね、記録は登頂になることになる、うん、だけどその人はもうその次の登山できなくなっちゃうわけですから、考え始めると下山って結構深いかもしれないね、うん、だからこの今回は、登山の哲学を出した、まあ、その続きのような感じで、この下山の哲学っていうのが今度、まあ、出ますので、はい、まあ、これまたご案内しますので、まあ、もしよかったらこれも手に取っていただきたいと思います。箇所箇所、はい、それからもう一つこれは私と猪熊さんがアンバサダーしてますけど、箇所のプロトレック、今年が25周年です。はい、通ってきた、はい、でこの25周年モデルが発売されます。でこれもですね、ぜひすごいよね、これ K2 の時さ、うん、5メートルごとでさ、そうそう、全然反応しなかったの、ね、今1メートル今こっからここに当たる、えっていうぐらいの、すごい精度が1メートルで反応するもんね、まあ、当たり前みたいだけど、 もはやでも今世の中ね、スマートウォッチがどんどん出てるのに、あえてもうこのごつくて、うん、まあ、針がいっぱいついてて、ボタンがいっぱいついてて、アナログ的なね時計で、最先端の技術で時代を逆行していくという、うん、時計をです、ぜひですね、これはヨドバシカメラで見ていただければと思います。はい、俺も最近使ってんだよ、プロトレック。井浦新くんがなんか、うん、一緒になんかデザインしたみたいな、くれて、ああそうですか、うん、じゃあ今日ここにいる3人がプロトレックユーザーですね。すごいすごい反応が良くて、これ本当やばいよね。これ使うのは別にズルじゃないんでしょ。俺的に、まあ、ズル、ズルっていうか、俺的に。いや、簡単に言えばズル。時計がないのも面白いよ。あ、それはそうですよ、ね。時計ないの面白い。うん、時計ないの、ね、冬とかね、うん、秋、このぐらいにやっぱ日が短くなってくると、うん、
辛い、うん、だから面白さっていうものがやっぱ、うん、あない面白さを感じれるときはないのも面白い、うん、日の動きによって、うん、まあ、時間をこう感じる、まあ、十分そう余裕がある夏は時計ないっていうのはやっぱ一つ面白いね、うん、まあ、でもヒマラヤ登山、まあ、特に私がやってきたような登山だとやっぱこう時間っていうのはもうまさにね、自分がこう山の中と一日の時間の中がどこにいるかをこう割り出すためのもう絶対的なもうこう道具必要なんだよね、うん、力あるんだよね、うん、時計って、うん、まあ、まあ、こういうのもですね、まあ、今回あの、はい、お知らせは何か、うん、こちらと竹内が長く山に登ってみんなを楽しめさせられるようにご協力ください、はいはい、お知らせして、皆さんからいただいた質問はまだいっぱい残っちゃってますけども、これは私は今後ですね、いろいろ、折に触れて、折に触れて、すべて答えていきたいと思いますので。だから必ず私をチェックしててください。そうですね。山の中ばっかりってわけではないですね。あんな野蛮な登山してる人とは思いませんね。いやいやいや。なかなか細やかな。まあ、もともとフランス文学家ですからね。昔、服部さんの書いた文章は本当にロマンチックだね。昔って今は違うんだよ。今はロマンチックじゃないのか。いや、出会った頃の文章は本当ロマンチックな、ね、文章が書かれてましたね。いやいやいや。まあ、これは、それがこう受け継がれている。そうそうそう。はい。縁も竹縄ではございませんが、時間となりました。それで、今回これ当初ね、服部さんこんな盛り上がんないじゃないのとか言ってたんですけど、こんなに盛り上がるようであれば、第2回あんのこれ。ぜひ第2回をね、ちょっと考え、違うネタでね、考えたいなと。あ、釣り報告だ。あ、釣り、もうね、シャバーンとかね。まあ、あと今日の話の続きをしてても全然いいと思います。質問がまだすごい残ってるもんな。はい。ですから、ちょっと、あまりにもなんか、脱線して、しりきりとんぼになっちゃって、見ておられる方は、ちょっと戸惑ってるか怒ってるかもいるかもしれませんが、これはちゃんと私たち責任を持ってですね、完結する機会を作りたいと思いますので、今日はどうぞご容赦いただきまして。はい、あ、じゃあ、こう、じゃあ、服部さん。俺赤でいいの。やった。はい。じゃあちょっと疲れたんでコーラだけ飲ませていただいて本日は終了にしたいと思います、ね、はい、じゃあ妄想エベレスト登頂、あ、おめでとうございます。 ありがとうございます。それでは皆さんありがとうございました。皆さんありがとうございました。またね。疲れた。切った。切りました。はい、服部さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。すいませんでした。いやいや、いいんですよ。いや、楽しそうだな、この人。